Welcome to 沖縄。面相で沖縄。はいさーい、ぐすよ中がなびら。今日の沖縄の天気は、もう最高にいい天気ですね。4月だというのに肌寒い沖縄と、つい最近まで発信していたんですけどね、昨日から暑くなって、初めて扇風機を、夜も扇風機を回しました。お店だったらもう冷房入れないと暑いぐらいの、沖縄ですね。今日はいつもよりとってもすがすがしいいい感じです。どうしてかというと、昨日夜、雨が降ったようですね。畑がいい感じで、お湿り湿ってます。そして朝から朝早くから、気温がぐんぐん上がってるので、蝶々がいつもより、たくさん朝からラジオ体操してるような感じで、飛んでますね。ちょっと今日はこれから、今日の朝散歩はトマトの収穫を兼ねて、やっていきたいと思います。蝶々もミツバチもたくさん集まってくるようになりました。完全に、無農薬を目指して作ってますのでね、蝶々にとってはいいんでしょうね。ふと思ったんですが、私のトマト畑、花がたくさん咲いてるんですけどね、蝶々やミツバチが上手に受粉させてたくさん実をつけてくれてるんだと思うと、この蝶々たちとっても愛おしく可愛く感じますね。子どもの頃に見た光景っていうか風景、畑には春になると今ぐらいになると蝶々がたくさん飛んで、秋になると赤トンボがたくさん飛んでっていう光景が、目に浮かぶんですけどね、今年もこんな感じで久しぶりになんか蝶々を見ながら子どもの頃を思い出しますね。じゃあちょっと下に降りて、かぼちゃもそういえば大きくなってきたな。今年になって、今何よ、朝散歩、これから毎日トマトの収穫が楽しみになってきました。で、この辺にもですね、小鳥が止まるようになってきたんですよ。この辺にも小鳥が、ウグイスが鳴いて、なんか本当にすっかりやっと、初夏っていうか、もう春真っただ中っていうか、そんな感じですね。あと密かにイメージしていることが、ここの道をもっときれいにして、このヘゴのいい感じも生かしてお花畑にしようと密かに農家の皆さんと計画立ててます。もうこの辺は今ここ見えにくいと思うんですが、どうかして見えにくいと思うんですが、スモモの木がこうもう実がついてますね。じゃあ下に降りてトマトの収穫してきます。散歩兼